パッパッパパラッパ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 パラッパッパッあっちっちあっち燃えているんだろうかあっちっちあっち燃えているよ。なんでその歌？なんか最近年寄りなんだよね。最近の流行りの曲聞くとさ、日本語で歌ってるはずなのに全部英語にしか聞こえなくなる。昔の曲が耳に馴染む。悪口じゃないんだよ、悪口じゃないけど、おしゃれヒゲダンディズムが全部英語に聞こえる。グッバイ、あ、英語だわ。今だペッポーペッパペッポーペッ、消えてしまいそうな時、おれ自分の声を信じ歩けばいい。弱レベル。なんか空手黒帯の人とかいないの？黄色帯？黄色帯でいいや。妥協。じゃあ白力子、これでいいか。白力子、よし。まさかポケモン漢字が打てるとはな。漢字じゃないよあれ、カーだよ。あ、え、待って、あそこにフレームレートがバリ低い向こう奥いる。え、でもどうやってあんなとこにモンスターボール投げんの？これハンマー投げの室伏選手が届かなくね、あんな。いくぜ、ライトフェザーボール投げた。ワンボール、次ストライク入れるからね。ストライク、え、マジいったやん。え、第3球投げた、えいっ、勝ったやろこれは。はい、デッドボール。背中向けた時に背面狙うか。さあ、今シーズンの防御率0オブ0輪ということで、ユーネコ投手どんな試合の展開を見せてくれるのか。あー、ここ、よし、そんなチャージライフルみたいな気分なの。いや、さすがにでも言ったやろ。逃がすか、節分かよマジ。飛んでるポケモン捕まれたことないだよね、クソむずいよね。よし、やったー。そっか、そっか、チーム見てないか、この時間は。寝てるもんなチーム。さすがに俺が配信する時間が悪かったな。え、チームホーク帰り酒。チームホークは復活して次の最初のトレーナー戦で死んでもらう。薄力粉から強力粉、なんでも作れる唐揚げカツ丼、親子丼、イエーイ、ナイス。チームの力見せてあげますよ皆さん、チームがどんだけ強いかって。ここにアゲハントがおるだろ、背面を取るじゃろ、チームを出すじゃろ、そして技かけるじゃろ。エアスラッシュでこい、おれー、はい、最強、言わずもがな。そう、今日レベル上げ、ストーリーあんま進まないと思う。もう雑談だね。雑談したいテーマがあったら、これについて話してくださいって言われたら5時間ぐらい喋るわ。チソチソ動画の件、犬猫です。改めて動画とか配信で言おうかなと思って。1週間前、1月末某日、犬猫選手は、チンチンが暴れるゲームの動画を投稿したところ、YouTube から重くと警告を受けて動画が削除されました。大変失礼いたしました。その動画に関しては、まあ賛否両論ありまして、確かに面白いという声も大半でしたが、やはり一部にはちょっとこういうのは無理だという意見も上がっていたんですけども、そういう意見を無視してアップロードし続けた結果、動画削除という結果に至りました。大変申し訳ありません。アップロードする際、3、4回試行錯誤したんですよ。ちょっと言い訳というか補足なんですけども、アップロードする際にチンコとダイレクトに題名に書きましたところ、普通に収益化審査通らなかったんで、まず最初にマルンコにしたんですよ。マルンコにしたところ収益化通らなかったんですよ。なんでやって。でチーマルコーならいいでしょうって言って、チーマルコーにしたらまた収益化通らなかったんですよ。やるな AI、 お前なかなかやるなってことで、本当に最終究極奥義、チソコ、
地底、地底で起こる AI はおらんってことで地底にしたところ、ギリ最初の周期が通ったんですけど、まあ、やっぱ削除されましたね。あの動画覚悟の上なんですか、答えてください。視聴者のためを思って喜んでくれるって思って、何本動画上げても同じや同じや言われて命がけで、私も正直ちさちさ動画最後まで見ずに閉じちゃいました。ちさちさ動画の収益代わりにお座りください。ほら女の子じゃん。下ネタは言いません、今後一切。本当にすいませんでした。一部ですが女性視聴者がいるにもかかわらず下ネタを言ったことを謝ります。さっきガチで歌ってくださいってコメントあったな。歌っていいっすか、歌っていいっすか。あ、うん。チチチチおっぱいボイン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 、チチチチおっぱいボイン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 、もげもげもげ、チチをもげ。ありがとうございました。薄力粉交換で進化しますよ。いやー、いないでしょ。そんな、この時間にアルセウスやって交換してくれる人なんて、知らん。いや、まさかな。俺の視聴者アルセウスやってる人あんまいないもんな。知らん。やってるんだよな。よし。キュウリさんだって、返してね、これ。絶対返してね。絶対だよ。絶対返してよ。これ、フリじゃないからね。行ってこい。キュウリの元へ。おかえり、薄力粉。帰りきやんか、久々に見たわ。マッチョになったね。道具引き換え、そんなんできるんだ。炎の石売ってもらっていいっすか。足りねえ、フレンドリーポイント1000必要で俺 95? いや、友達いないから仕方ないわ。バーカ、友達いなくても楽しいよこのゲーム。バーカバーカ。だる。なんで友達いないと落とし物こじきせんといかんの。作りたくても作れないだけなのに。逃げんなよお前、友達なれよなあ。友達だろ俺たちなあ。友達とは拳を拳を交えるもの、ナルトでそう言った。友達なろうぜ拳で。ああ死んじゃった。友達欲しいな。友達なろうよねえ、友達なろうよ俺たち。友達友達。ああ死んじゃった。モイは全然ベンチでも OK です。モイモイ、エンディングまで戦わずに生き残ろうとしてる。お前のコンタは丸見えや。モイ、お前にプライドはないんか。おー、ブイゼルド。やっちゃおっかなー。ミラー対決おもろくない？モイ、初めての活躍編。ミラー対決。さすがに負けんやろ。噛み砕くとスピードスター。噛み砕くいいな。ほい。モイ、噛み砕き中。うぃー、来いよお前の。食いつかれておけないね。よし。普通に勝てましたわ。この仲間、誰も失いたくない。この時の日々を、またエンディングで思い出すために。今エモい音楽流れてる。ピッパ進化できる。ピッパオ、ピッパオ。ピッパオの皆さん、歯にご注目ください。彼女は歯で雇われました。よし来い、究極前歯奥義見せてやれ。はい、ガチャバー。ガチャガチャした歯かわいい。よし、決戦の時じゃい。いやマジでね、もうびっくりさせますよ視聴者の皆さんを。え、こんなもんみたいな。え、マジで怖い。野党さん兄弟だって俺社長殺されたもん。二代目の社長、こいつらに殺されたんだ。やっぱゲンガーだよ。あ、ミスった。待って、手持ち回乗せてた。誰だったっけ戦闘。ほら進化しなさいよ。そんなんで進化するわけないでしょ。ここに来る勇気のあるポケモンは進化すると言われていること、うちら調べたんだから。お前強くなるぞ。助けに来たぞー。またまたお邪魔虫、うちが相手をするわ。さあやっちまいなよ。雪の王。雪の王聞いてなさすぎる。てかまあよく見たら髪飾りでレンコンついとるやん。お、
待って、雪の王ってことは炎タイプってことは、薄力粉の炎のパンチ、はい、勝ち俺の読みは的中した。全くそんなこと読んでなかったけど。いや、怖いな。これレベル差一見勝てるように見えますけど、どうやら視聴者によると負けるらしいんで。でも行動順で勝っている。つまり俺の炎のパンチがぶっ刺さり。ごめんなさいね、視聴者皆さん。ちょっと余裕な展開ですいませんね。さあ2戦目、野党の上。何出してくんだっけ。あ、ドフロックだ。ポケモン変えれないんかい俺。いや、相手早いんだよな、素早さ。ちょっと待って待って待って、ポケモン変える暇あるか。いやですよね、殴ってきますよね。いってー、痛いけど、まあまあ。相手素早さ速いから、素早さ速い出して、素早さ速いポケモン出さないとやばい。いや、早技でどっこい。お前どんだけ速いねん。まあ優しく行くか。いけ、優しく。強いよ。一目く強いよ。え、ホークさん敵取らせてもらうぜ。あの時の社長の敵よな。え、ゲンガーは。え、ゲンガーはなんで。あ、相手2体持ってる。嘘やろ。あ、でも最初薄力粉に戻るんだ。え、薄力粉 HP 引きずってまた引きずらされんの。怖い今の。でもなんか薄力粉をワンパンで貫通できる気がする。だって相手格闘抜群だもんね。そうだ、ドレインパンチ回復しながら殴ればいいんだ。いけ、先手取れ。これでまず全開させてもらおう。耐えたー。嘘でしょ。まあ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 、ほぼ全開になったから。いやー、食らわない食らわない食らわない。え、2回連続攻撃だと。いやいや、大丈夫大丈夫大丈夫。これでドレインパンチで終わりや。いや、レベル高くなんか、レベル高くないとマジで死んでた。あぶねえ。オッケー。で、本命のゲンガーでしょうね。え、早くない？相手。ああ、よかった、催眠術で。今、心臓痛かったー。もう一回してくる。ああ、耐えたー。これ、技来てたら 100% 負けとった。ポケモン変えて、相手、地面が効く。地面が効くんだよね。だって、ゴースト効かないもんね。え？姫ちゃん、ぶっ刺さりやん、お前。よし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 。姫ちゃんで相手のゴースト技対策をしつつ、毒ガン。いや、でも食らってないけど、これワンパンで倒せなかったら死ぬのか。ちょっと待ってね。ねー、これで地鳴らしして相手が耐えた場合、いや、でももう一回ベノムショックしても耐えるから大丈夫か。大丈夫やな。あ、待って、シャドウクローも使えるじゃん。シャドウクローの方がいいか。急所に当たりやすいってことは、シャドウクローで倒せばいいじゃん。早技、あ、早技地鳴らし2パン攻撃。俺の勝ち。なんで負けたか考えといてください。いけ姫ちゃん。なんならワンパンで。よしよしよし、これでもう一回俺のパターンで。余裕。よかった、2時間配信して。もう声もカスカスだわ。深くね。やったー。危ないよ、近寄ると進化しちゃうよ。ほら、危ないでしょ。下がってなさい。もう何、進歩系くぬん。ん、あ、え、進化しちゃったよ。いいの、あ、いいのか別に。あ、そっかそっか、野党三兄弟の目的はなんかキングにすることが目的だったんだよね。じゃあカムネインに撃たれなきゃいいんだ。まあ、そこでまさかここで急に雲行きが怪しくなって雷がポーンなんてことを、さすがに。え？え？フラグ？なわけないか。え？あら、あれ、
すごくね今の。ああ立派になっちゃって。ここ鬼門ですよ。え嘘でしょ。え見て。俺と同じ顔してる。え見てこの3人の顔比べてみてください。これさっきまで頂点キムだったのに、元落ちびちゃん先生台無し。あれ？こいつらキングにすることが目的じゃなかったんだ。ガーディー、ウィンディどうするの？殺処分します。キャプテン出して、あの子は守ります。全力で。いい話っぽくなってきた。この野郎様、荒ぶるウィンディを沈めるには、沈め玉だよ。カイ、どうしたのですか？頭おかしいと思われてるよ。ここからアクションのレベル上がってきます。みんな、俺誰だと思ってんすか？モンハン実況者、モンハン慣れてます。最近全くやってないけど。来たー、炎竜テオルテスカトル。俺ね、テオの技パターンまず知ってますから。落ちてこいー。あー、フレーム回避。回避のレベル5もあればね、避けれるんすよ、こんな風に。いや、簡単だな。こんな簡単でいいんすか？よいしょ。マジでモンハン実況者やっててよかった。余裕やん。ほらほら、どうしたどうした。え、待って。あ、いって全く見えなかった。いや、こいつあれだ。目が光ったら突進で、目が光らなかったらジャンプだ。でも大体3回してきた。これ何する？やめろー！あ、これ、投げれば投げるほど食らうんだ。ヘッドショットとかあんのかな？これ、どうやって避けんの？なになに？どこ向いてんの？危な。いや、俺のタイル半分ぐらい。あっぶねえ。え、しかもめっちゃ燃えとるやん、下。危ない危ない危ない。あぶねえ。え、てか、炎ずるくない？マジやってること手を手使ってるんだけど。え、炎のせいで向こう側行けねえし。銃欲しい、AK 欲しい、M416 欲しい、ハボック欲しい、ボルト欲しい、プラトラ欲しい。あ、行って！あいつもう少しだぞ。届かない、この距離。あー、ずるい、それ！え、はめ技、はめ技！What？ これも避ければいいじゃん。避けれんのかな？スーパーノバ！ずーる。え？またしかもはめ出してきたし。お前の体力が持つか。俺が持つか。あ！え？あゆち？あ、勝った。あ、勝ったわ。とりえーい。あー、力が、呪いが溶けていく。かわいい。この人、おっぱいに目が乗せてるの、ちょっとエッチだ、なんでもないです。これ、仲間になるパターンじゃない？ありがとうございます。私を呪いから救ってくれた俺、旅のお供にさせてください。一緒についてきてもええんやで。エンディング、一緒に見に行くか？えんやで一緒についてきても。おお、また進化。え？え、今なんか、え、今背中でよく見えなかったんですけど。なるほど、そういうことでしたのね。はい？あ、察し。いや、全然わかんないけど。あ、ふーん、なるほどね。あ、離れて暮らすんだ。大丈夫、あなたは強いもの。私なんかよりはるかに。くぬん。キングとキャプテン、それぞれの役割を果たしましょう。行きなさい。キング。感動。これで離れ離れになっちゃうんだ。あの、先代のインディの曲が聞こえた気がしたのは、僕だけですかね。いや、あなただけです。